ャンネル。ちょっ、こんにちは。今日はですね、はい、久しぶりにですね、球団別ベストナインをやろうと思って、はい、だいぶ久々ですね。久々でしょ、はい、やってたのだからロッテで、ホークス、西武、はい、3球団しかやってないかな。ジャイアンツ、ジャイアンツもやった。4球団やったんですけど、はい、あのセリーグがまだ巨人だけなんで、はい、今日はですね、はい、ベイスターズ。おー、ベイスターズのベストナイン、はい、はい、まあ、DeNA もあるし、横浜ベイスターズの時もあるし、はい、あのを今日やろうと思って、はい、で基本的に佐藤さんがだから、まあ一番これまあね、条件、はい、昔すぎてもう忘れてしまったとかね、初めて見る方のためにも、はい、こうまずこの選ぶ基準の条件は、はい、一番上に来るのが僕が対戦したことある、うん、で2番目に来るのが、はい、僕が見たことある、はい、うん、で3番目に来るのがあの昔に帰るっていう、はい、で要は対戦したことある人が一番絶対条件、はい、でもし対戦した人がいなかった場合は、まあ、生で見たことあるのが次の条件、うん、で最後にあの対戦したこともあってあの見たことある人でこれっていうのがいなかったら、昔に帰ってテレビでも見たことある人っていうのの順番で、うん、はい、あのルールで決めるんで、はい、だからあの対戦したことない人とかほぼ見たことない人は入ってこないんですよ、はい、だから豊さんとかは入ってこないしなるほど、そうですね、はい、はい、豊さんがこれ行くと3番目になるんで、はい、テレビでは見てました。テレビでは見たことありますけど、はい、あの生では見たことないし、うん、で対戦もしてないんで3番目に来るんで、はい、まあ、なかなか、豊さんとかは入ってこないですね。あ、もう入ってこないって言っちゃうんですね、はい、はい、平松さんとかも入ってこないです。あ、入んない。大家さんとかも入ってこないです、はい、あの見たこと、はい、記憶にもそんなないんで、はい、だから太陽ホエールズの人は入ってこないですね。わかりました。基本的にはじゃあ、まあ、DeNA ベイスターズが多いか、横浜ベイスターズが、はい、なってくるっていうところで、はい、まあ、ピッチャーは最後にいきましょうか。わかりました。じゃあキャッチャーから、はい、じゃあ佐々木智也が選ぶベイスターズベストナイン、キャッチャー相川亮次。ほー、はい、私はね、あのほとんどやっぱりちょっと認識が薄いですね。そうですね、はい、相川は僕と同級生なんですけど、はい、まあ、だから横浜で言えば98年優勝した時に、はい、まあ、谷繁さんがキャッチャーだったんですけど、うん、僕はやっぱ谷繁さんはね、はい、もう中日のイメージが強いんで、うん、中日でやって、で、あの監督もされてるんで、はい、だから、あの、あ、それとこれは一つの球団で一人しか入んないんで、はい、複数球団でベストな、だから、まあ、今はね4球団しかやってませんけど、うん、どっかの球団に選ばれるとどっかの他の球団では選ばれないんで、はい、もう繁さんは中日枠なんで、うん、横浜ではもう選ばれないっていうこのルールに抵触するん でその中でいくとやっぱ相川ですね、はい、僕はあの相川はですね、まあ、同級生なんですけど、はい、あの正直もっと評価されてもいい選手だと思うんですよ。その、まあ、あのアテネも選ばれてますし、はい、2006年の WBC も選ばれてますけど、はい、まあ、基本的に3番手の立ち位置だったんで、はい、ブルペンでいろんなことを協力してくれたり、はい、そのチームのためになったっていうのが多くて、はい、で打つ方もしっかり打ってますし、はい、スローイングもいいしブロッキングも素晴らしいし、うん、キャッチング技術とかそのキャッチャーにおいてのスキルめちゃくちゃ素晴らしいと思うんですよね、はい、ひょっとしたら今もし現役だったらもう間違いなく侍ジャパンに選ばれてるだろうなっていうところで、でもその同じ世代で、はい、だから安倍し、セリーグだと安倍晋之助とか、うん、でその前谷繁さんがいたので出れなかったりとか、はい、であと矢野さんとか、うん、あんながいて、そのゴールデングラブとかベストナインのタイトルに縁がなかったんですよね。あ、そうなんだ。だからそういったで、あとやっぱチームがクライマックス使っても優勝してないんですよね、はい、あの横浜いて、であのヤクルト行って、で巨人最後行きましたけど、はい、あのどのチームでも優勝してないっていうところで、その、まあ、僕がねよくキャッチャー評価されるのは打つか勝つかって言ってるんですけど、はい、勝つところがしっかりできてないで、打ってもそのタイトルとかも取れてないっていうところが、うん、多分世間からするとその認知度が低いのかなと思いますけど、うん、僕はもっと評価されてもいい選手だと思うんですよ。選手としてのスキルがものすごく高いし、もっと評価されてもいい選手だと思いますけど、はい、だから僕は横浜は相川ですね。そうか、横浜時代は2008年までなんですね。はい、そう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 。でヤクルトでも結構5年ぐらいいて、はいはい、巨人に2年、はい、うん、いたと。へー。で今巨人のねバッティングコーチしてますけど、はい、コーチなんですね。はい、横浜のキャッチャーは相川ですね。相川さん、同級生っていうのにちょっとあのなんか思いとかがあるわけですか。ほとんどないですけど。あ、ないないですいや、なんか同級生ってちょっとなんかあるじゃないですか。あ、まあまあ選手同士なんで応援しようじゃないけど、そういうの全くないですね。あ、ないですね。まあ、何回も言ってますけど、はい、そんな人に興味ないっていうそうでしただから逆に言うとね、はい、だから客観的に評価できるんですよ。
ああそうですね、別だから好きとか嫌いとか、はい、仲いいとか仲悪いとか、うん、そういうのでアップしたりダウンしたりすることないんです、評価市場抜きで見られるわけですね。そうだから僕の評価ってかなり客観的に見てると思いますよ、はい、人に興味ないんで、はい、そこまで感情移入しないんで。確かにいつも古巣とかにもなんか厳し愛があるようで厳しかったり、うん、ね、他球団も変わらないですもんね。そう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 、うん、僕が一番フラットやと思いますね。はい、そう思います。キャッチャーはアイカですね。はい、じゃあ次ファーストはですね、はい、内川選手ですね。おお、あ、そっか、ホークス入ってない。はい、やっぱ内川は横浜かなっていう。で、まあ、あのホークスのファーストは松中さん、はい、ミスさんでしたっけ、はだったんで、はい、入ってないんですよ。はい、じゃあ内川ファーストですね。ああ、まあそれはもう入って感じですね。うん、そうですね。だから、まあ、内川は本当にあのソフトバンク行った時も対戦結構しましたけど、はい、まあね、高めがねうまいんですよ。このベルトより上にストライクゾーン行くと、はい、ほぼ自分のバッティングされますね。へー。で、まあ、なんとか低めでっていうところと、うん、はい、あとやっぱこのバットのそのミートポイントが広いんで、はい、引っ張っても反対方向でもできるし、うん、でたまに来る強振でパワーもあるからホームランもあるから、はい、まあ、本当に右バッターの過去プロ野球界のトップクラス、2000年以降で考えると、はい、もうトップクラスに位置できるぐらいの最強バッターじゃないですか。へー。いやでもすごいですよね。私の印象ってもうほとんどホークスなんですけど、DeNA でも横浜でもめちゃめちゃ活躍して、うんうん、ホークスでもキャプテンするぐらい活躍するじゃないですか、うんうん、2球団でめちゃくちゃ活躍するってすごくないですか。だからまあ FA で出てね、はい、だからまあ逆に言うと活躍しないで FA できないですからね。あ、まあ確かに、まあ、FA した人ってそっか、そうですよね。そっか、そう思うんですね。だからウッチーは、はい、あのフレッシュオールスター一緒に出てますからね。へえ。僕とウッチーは高卒で僕は大卒なんで、あ、そこ同じ、多分ね同じ世代を2軍で一緒に生きてるんですけど、はい、すごくなったですね。あ、そうなんですね。あの時そこまですごくなるかどうか分かんなかったですけど、はい、僕の目では、うん、やっぱ二軍の時の目なんで、はい、でもやっぱすごかったですね。いやめちゃくちゃ一流選手ですからね、はい、なんかあの逐一あのプチ情報あったらぜひ教えてください。そうですね、はいはい、じゃあ次、じゃサードですね。はい、サードはですね、あれセカンドはサード先です。先行きます。はい、わかりました。サードはですね、はい、村田修一ですね。あ、またこれまたあのジャイアンツに行った選手。やっぱジャイ、やっぱり村田って横浜っていうイメージが強いんですよ、やっぱり。そうですね、はい、うん、で、あの村田のすごいところは、はい、守備もめちゃくちゃうまいんですよ。うん、で、あのバッティングも全盛期はめちゃくちゃ重たいバット使ってて、はい、もう振り下ろすだけで飛んでいくみたいなね。だからパンチ力がえげつないですよね、パワーもそうですけど。で、まあ基本的には引っ張り傾向多かったですけど、はい、そういったところで、あの見た目で言うと守備そんなうまそうに見えないかなと思うんですけど、本当にフィールディングとか守備もうまいし、まあ、バッティングも、うん、あのしっかりホームラン持ってるし、で、はい、ジャイアンツ行ってから、はい、チームバッティングっていうのを覚えてさらに人としては成長してるはずですよね。あ、なるほど。やっぱり横浜の時は、はい、まあ、そのチームがね、うん、なかなか勝てないっていうところで自分が頑張らなきゃいけないっていうところのね、そのホームラン狙いとか長打狙いがあったんですけど、はい、巨人に行って進塁打とか軽打とかそういうチームバッティングも覚えてさらに野球人としては成長したんじゃないのかなっていう、客観的に思いますね。あとあのね、あの鈴木健さんの引退試合でサードフライを取らないで落とすとかね、はい、そういったやっぱこう熱い思いがね、うん、ありますよね。キャラ同様の優しさと、あの男村田ってイメージですか。そうですね、うん、あとはですね、何気にあの試合前すごい緊張するらしくて、うん、ってなるんですよ。あ、そうなんですか。ああ、北京の時とかもなってるの見ましたけど。いや、なんか野球選手で聞くとエズク選手多いって言うじゃないですか。そうそうそう、なんか何気に繊細な部分も持ち合わせてるんですよ。見た目だからそこは意外でしたね。意外ですね。僕もっとこう言ってんのかなと思ったら、そう試合前とかで聞くといつもこんな感じって言ってたから、あ、そうなんだと思って、いや繊細と思って。佐藤さん、えずいたことあります、ね、うん、いや、どうなったらえずくかが分かんない。逆にえ、あの聞く話によると結構先発ピッチャーとか、うん、えずく人めちゃくちゃ多いって聞くんですけど、えずき方が分かんない。どうなったらえずくのかが分かんない。あ、すごいですね。そこまでの緊張したことがないってことでしょうね。強い、うん、じゃ次はショートですね。はい、ショートはですね、はい、石井拓郎さんですね。おお、石井拓郎、はいはい、今巨人でコーチやってる、うん、まあ、あの空と広島に行ってっていう、うんうん、まあ、拓郎さんの、はい、まあ、対戦したこともありますけど、うん、あのバットコントロール、はい、あとゆったりした中でのバットコントロールは、うん、やっぱすごかったですね。へ、で足もありますし、はい、もう本当走攻守揃った、うん、もうパーフェクトプレイヤーじゃないですか、うんうん、で、ピッチャーででも入団してるんですよ、はい、でピッチャーで入団してて
自分がもうピッチャー無理やと思って、うん、もうピッチャーもう限界なんでやめますって言って野手に転向したらしいんですよ。あ、知らなかった。そうなんですね。ああ、でだから自分から言うってことはよっぽどっすよね。はい、だ多分一軍でピッチャーとしてもマウンド立ったことあると思うんですよ、うん、数回。はい、だからそう、だからショートで言うとジャイアンツの河合さんとかもピッチャーで入ってショートですからね。はい、ああそうですね。だからやっぱ昔の人のピッチャーの万能さっていうのがよくわかるんですよね。でも雄平選手もそうですよね。あ、そう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 、うん、だからそういったところでバットコントロール、あとはやっぱりそのね、あの98年の、はい、まあ、リードオフマンとしての一番としての活躍といい、うん、もうまあ逆に言うと拓郎さん以外いないですね、ショート。あ、そうなんですね。あの、なんていうんですかね、選択の余地なしみたいな。へえ、私はちょっとちゃんと見てないので分かんないですけど、うん、ちなみに石井拓郎さんの奥様は、はい、僕の中学校の一つ上の先輩です。そうなんですか。はい、同じだから市内です。徳島、はい、あ、そうなんですか。で鳴門市第一中学校っていう、はい、同じ中学校の一つ上の先輩です、はい、それなんで知ったんですか、その先輩と結婚したって。結婚したのが、まあ、分かるじゃないですか、報道されるんで、はいはい、でも一般女性って絶対出るじゃないですか。あ、元フジテレビのアナウンサーさん。あ、そうなんだ、はい、あ、え、じゃあ一個目の先輩がフジのアナウンサーだったんですね。そう、同じ中学校の。あ、そうなんですね。ちょっとちゃんとプライベート知らないから、後で検索しよう。美術部か吹奏楽部かなんかだったらしいんですけど、はい、いつもそこから野球部の練習を見てたっていう話もしました。あ、じゃあお好きだったんですね。っていうか、まあそのすぐそこ、まあ、見たらそこ下が野球部の練習なんで。ああ、お綺麗な方ですね。そう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 、やっぱその時から。へえ、でも そんな認識はなかったですよ、はい、やっぱ一つ学年が上なん で、あ、まあ、そうで、しかも僕らの中学校一、うん、学年400人いるんで。多いですね。1200人いるんですよ、はい、全校が。うわ、多い。だからそう理解できないですよね。はい、だって同じ学年でも喋ったことのやついっぱいいるんで。へえ、そうなんすねっていう。で先輩に聞くと、はい、一つ上のね野球部の人はそうだったよって言って、はい、あ、そうなんだ、いいや、そこら辺だよって。あ、そうなんやって言って、はい、ちょっとあの後で検索してきます。はい、じゃあセカンドですね。はい、あ、来ました、セカンド、セカンドですね。はい、あ、ゆたかさん、宮崎選手っすね。ゆたかさんは入らへんって。え、じゃあなんでセカンド後に持ってきたんですか。はい、やっぱ宮崎選手っていうとやっぱサードっていうイメージが強いと思うんですよ、はい、今サードやってるんで。だからサード先に言ってから。そう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 。でもやっぱセカンドはね、うん、やっぱ調べたんですけど、はい、いないんですよ。あ、やっぱ長く、はい、だから種田選手がセカンド守ってたりとか、うんうん、あと藤田もまあ守ってる時もありましたし、はい、あとローズ、はい、あの外国人っていう時もありましたし、うん、はい、なんかこれっていうのがこの人がやなっていうのがやっぱいないんですよ。で西さんが、はい、ジャイアンツから来た時に西さんが長く守ってたりとか、はい、でもジャイアンツのイメージっていう感じですね。あ、そうそうそう、こう間違いないっていう人がいなくて、でそういう宮崎ってセカンド守ってたよな最初と思って、はい、で調べたら2017年とかなんかでは60試合ぐらいセカンド守ってたりするんですよ、はい、なんかじゃあセカンドでいいやんっていう。あ、まあ選手としてはもうそうそうそう、で守れるってことだから、はい、だからセカンド宮崎ですね。なるほど、そういう理由で。そうですね、まあ、60試合ぐらい守ってたら、はい、そのちょたまに行ったわけじゃないんで、はい、いいんじゃないのかなっていう僕のルールで。なるほど、いやいや、もったいぶってたんで、うん、まあ1にも2にもル、これ最初に言ったルールで、うん、1にも2にも入んないからまあ豊かさんでしょっていうパターンだと思ったんですけどね。そうなんですか。残念。すいません、こんなね、はい、であと外野っすね。はい、外野は4人で、はい、めちゃくちゃ迷ったんですよ。だから筒子、はい、田村、お、金城、はい、で鈴木孝則さん。うーん、これもう4人で。鈴木孝則さん、はい、静岡浜松市出身の2年連続首位打者で、はい、もうヒットメーカーっていうもう最強バッター。静岡なんですか。はい、へー、めちゃくちゃ素晴らしい選手です、はい、でこの4人で迷ったんですよ、はいはい、どうしようかと。でも筒子は入るなと、はい、ここは確実に。いや入れてほしい。レフトは、はい、レフトってすごいなと、うん、いやどうしようかってなった時に、はい、鈴木孝則さん入れて金城か田村どっちが外そうかな、どうしようかなって思った時に、はい、ルール、はい、僕鈴木孝則さん対戦したことないんですよ。ないんですか。はあ、でしかも交流戦始まる前に引退されてるんで。 あ、そうなんだ。はあ、そっか、現在48歳。はい、あ、佐藤さんよりじゃあ5個ぐらい上ってことですか。そうですね、うん、であの確か引退した年が2008年なんで、はい、うん、もうあの晩年はそこまで言うほど対戦経験があるわけじゃないんですよね。そうか、もう常に横浜、ずっと横浜だったから、はい、で97年98年が首位打者なんですよ。
はい、98年日本シリーズ MVP だったりとか、はい、ベストナインも97年98年取ったりとかしてて、うんうんうん、鈴木貴則さんどうしようかなっていうね、はい、ってなった時にでもやっぱこれは入れなきゃいけないなと思って、はい、っていうのをすごい必死で考えて、この4人をどうするか、はい、で考えて今も考えてるんですけど、あまだ決めてないんですね、はい、まあ、筒香選手はじゃあ入れると、筒香はレフト、はい、じゃあもう線、じゃあもう適正でいきましょうよ、なんかセンターとライト、いや田村とか近所とかうまいから守備、はい、センターとか守れるし、はい、やっぱり鈴木貴則さんはやっぱ入れなかな、入れなかんな、はい、まあ、だからライト、ライト連続取ってるし、ライト、はい、鈴木貴則さんだからセンター田村か金城ですね、はい、それどうやって決めます、これ2人の成績とかそういうので言うと、いやもうでも田村とかもホームラン40発打ってるし、はい、で金城は首位打者1回取ってるしっていう、はい、比べられないんですね、そうそう、 これすごい難しい、この4人をどう、はい、でも1人は出れない、うん、はい、え、じゃあでしかも田村と金城両方同級生、俺、あ、そうなんですか、同い年、両方とも対戦はある、してる、もちろんで、うん、WBC でも一緒に行ってる、はい、で田村っていうのは基本的に、うん、まあ、ソフトバンクにその後行ってるから、はい、パンチ力がもうめちゃくちゃえげつないから、うん、長いバットと重たいもバット持って、はい、だからどっちかっていうとなんか村田によく似たスタイルの感じで、はい、パンチ力もあるし守備もめちゃくちゃうまいし、はい、スピードもあるし、うん、本当にもうバランスも取れた、でも金城はもうなんか野生児的でスイッチヒッターでもう何でも打つみたいな、もう身体能力系、そう身体能力系何でも打つって、はい、だからあっさりしてる時もあるけどこんなとこも打つんやっていう、はい、もう野生児的な感じ、はい、じゃあ分かった、佐藤さんがもしキャッチャーでその選手と2人とも打席に立つんだったら、いやどっちも言えねん、すごいもん、じゃあもうどっちの方が、どうしようかなもうこれはもう皆さん分かってるんですよ、両方同じぐらいすごいっていうのはだからもうどっち選んでも両方すごいんですよ、どうしようかな、どっちも嫌やで、じゃあ DH で入れます、ん DH みたいな枠を作っていいね、あでも巨人 DH 作ってないもん、あそっか作ってないのか、そうか、そっか、もうセリーグだから作れないな、近所田村、いやもうこれはね私分かんないんで、もう佐藤さんの好みですよ、イメージしてください、打席に2人が入ってきます、もういやどっちもすごいで、じゃあどっちのリードしにくいですか、いやどっちもしにくいでそのこれもうコーツつけれへんな、マジで、もう例外で4人ですか、いやそれはダメや、決めるしかない、うわ苦しい、どっちもすごいし、鈴木貴則さんも抜けたんですよね、鈴木貴則さん外すと簡単なんだけど、やっぱでも2年連続首位打者のあの感じはやっぱり入るじゃんね、じゃあ筒香選手はどうですか、いやいやそんなもう何ホームラン王で何十発もずっと続けてホームラン打ってんだもん、誰も抜けられないじゃないですか、どうしよう、こんな決められないですか、うん、だって160本アンダー打ってて、ベストナインプラス特別賞にしましょう、いやそういうのはダメ決めました、はい決めました、じゃあセンター発表してください、センターは、はい、金城っすね、おお決めたー、金城、はい、やっぱ首位打者取ってるし、はい、でヒットが160本、うん、あじゃあ1600本打ってて、はい、で田村が1100本でホームランが、でも田村が295、ホームランめっちゃ打つんだよね、おはい、パンチ力、うん、で金城はゴールデングラブと首位打者、はい、で田村はベストナイン、はい、やっぱ田村やな、あれこれ上どっちどっちやっぱりでだってあの田村優勝してるもん、あーリーグ優勝、はい、そこの差ででベストナインホームラン、はい、でも首位打者やっぱ近所かな、でもどっちですか、近所田村ってきてまた近所ってきましたよこんな悩んだこと今までないですよいやどっちもすごいもん本当に、うん、こう落ち着け方い、それはもうこれ本当難しいな、じゃあ特別賞与えましょう、うん、じゃあ田村にする、わかりました、田村ね、はい、田村で、はい、近所はいつでも行ける、もう特別賞、特別賞さっきそんなの嫌だって言ったのにでも田村ですね、はい、じゃあ最後ピッチャー、ピッチャー、はい、佐々木さんですね、ああ
やっぱり大魔神、大魔神、そうですね、やっぱり佐々木さんが、うん、まあ、先発の中で全部入れてもやっぱ最強でしょ、はい、そうですね、横浜の、まあ、先発とかだったら三浦大輔さんがやっぱりあのコントロールも素晴らしかったし、はい、すごかったなと思いますけど、うん、まあ、全部入れるとやっぱ佐々木さんが、うん、まあ、ベストナインピッチャー一人ってなると、はい、もうだから佐々木さん受けてみたかったですね。あ、そっか、対戦はしてる、対戦もしてないと思う。あ、してないんですね。はあ、うん、やっぱあの対戦もしたかったですね、はい、どんなすごかったのかっていう、うん、もうそれ打てないのを100も承知で、はい、体感したかったですね、打席で。あとは受けてみたかったです、フォークがどういう感じの軌道が、はい、あの谷繁さんが当初は佐々木さんのフォークがワンバン止めれないから佐々木さんの時は試合出れなかったちょっとも、ね、変わってたっていう、そうなんですね、ああっていうぐらいの、それをちょっと見たかったですね。あの東北高校出身じゃないですか、ああ、ああ、だからたまにイーグルスの取材にいらしてることがあって、ああ、ああ、めちゃくちゃでかくないですか。いや、でかいです。だから威圧感半端なかったと思うんですよ。めちゃくちゃ大きいんで、はい、だからちょっと打席でも体験したかったし、受けても見たかったですね。いや、そうですね、うん、あれ、なんで大魔神って呼ばれるようになったんですか。わかんないです、そこは。いや、ごめんなさい、今、素朴に今感じたことなんで、ごめんなさい。僕はあの適当なこと言えなかったです、そうです、先輩すぎて。いや、本当にね、すごい方ですもんね。だからこれですね、ピッチャー佐々木さん、はい、キャッチャー相川、はい、ファースト内川、セカンド宮崎で、サード村田、うん、でショート石井拓郎さん、はい、で、外野が筒香、田村で、鈴木貴則さんですね、はい、はい、これで、はい、で、皆さんもどんな感じか悩んで、ね、田村が緊張論争してください。はい。